皆さんこんにちは、根岸健一です。この DVD では初中級のコレオグラフィーを紹介していきます。徐々に初級から中級へと順番に難度が上がるように構成をしています。一つ目のブロックではまずベースを作り、そのベースから完成形を3つ紹介しています。各ブロックごとに僕のこだわりや解説も含めていますので、ぜひそちらも参考にしてみてくださいね。それではご覧ください。オープンビハインド、ここ見ていきましょう。ジャンプ、まず一つ目のレイヤリングです。グレーパイ、足をツイスト1個とステップ2を2つ、ボックス1個ツイスト、ステップ2です。次のこのランジの動作は意外と迷いやすい動作なので、必ず揃えることをしっかりと伝えていきましょう。そういえばステップ立ちます。ここも前と後ろでしたね。次も前と後ろ、今度は左足からいきますよ。2歩目を後ろにクロスしてクロスマーチです。だんだんと横の移動を大きく変えていきましょう。それではもう一度クロスマーチ、動きを足していきます。